続いてのメニューはフリートレーニング。こちらはですね、マネージャーの皆さんから送られてきたトレーニングのメニューに挑戦していくというコーナーです。今回のメニューはこちら、フリーバックグレバタフライ。はい、こちらはですね、我々3人への個人的質問に対しそれぞれカードを引き、フリーは自由に答えて、バックはあえて後ろ向きに答えて、ブレはのんびりと答えて、バタフライは豪快に答えてというわけでございましてですね、A 法に対しトークを切り替えて質問に答えるというトレーニングメニューです。さあ今回はですね、平川さんがゲストということなので、おのおのまた自分の A 法種目のものを使っていきますので、信長はフリー、はい、そして、俺はバック、うん、そして平川さんはバタフライというなっております。得意じゃないしけどね、まだね、まあ ね、 それしか ねっていう、ね、やっていきましょう、ね、はい、はいはい、さあそんなわけでございまして、ね、うん、そんな答える質問はこちらです。しのしのマネージャーからいただきました。ありがとうございます、はい、ます信長くん、たっつん、平川さん、フリ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 、アニメ1話拝見しました。ありがとうございます。エンディングの4人が踊るところの T シャツにそれぞれのイメージの生き物が描かれていましたが、うん、皆さんは自分を人間以外の生き物に例えると何だと思いますか、という。人間、ちなみにちょっと映像がありますの、うん、映像というか設定資料ですかね、うん、ありますんで、はい、こちらの方ちょっと見てみましょうかね。いろいろあると思うんですけど、あのエンディングで、あの踊ってるところでみんなが着てる T シャツがそれぞれみんなの、うん、あのイメージ生物というか、あ、なるほど、の T シャツになってるんですよ。はい、乗ってますね。そう、あ、ね、マコトはシャチ、ね、シャチですね。はるかがイルカで、なぎさがペンギン で、 ギンで、やべ、俺これ気づかなかったで、レイちゃんが、はい、蝶ですね。バラフライ、バラフライ、バラフライ。ちなみに乗ってはいないんですけど、はい、はサルです。おお、シャルです。はい、うん、面白いですね。だってみんな割と水の生物なのに、レイちゃんだけあの水の生物じゃないってところが、まあ泳げないからね。何気に見て見て、レイちゃんのさ、袖も蝶だよ。そう、袖も蝶なんだよね。え、あ、本当だ。お、すげー、そうそう、おしゃれ。超オンザ超ですよ。そうですよね。あ、まこちゃんのパンツがダメージ加工されてますよ。ね。ね。本当だ。細かいところまでよくね。ダメージジーンズ好きとしてはたまらんですな。されてますよね、これね。皆さんもよく見ていただければ新たな発見があるかと思います、ね、じゃあそんな中、はい、じゃあそれぞれ質問に答えていきたいと思いますんですけども、はい、まあ各々、生き物に讃えるとっていうことで、豪快に自由にあえて後ろ向きにっていう答え方でいきたいんですけど、はい、まあ今回平川さん初ということなの で、 そうです、ね、まずはそういうのをね、分かりやすく、はい、あの言うために、まあ我々からいこうと思うんですけど、はい、じゃあまずちょっと、まあ自由にってところで、分かりやすいところではこんな感じの答えよっていうので、まずは信長から答えてみようか。分かりました。フリーですね、はい、自由に、はい、そうですね、まあ、生き物としては僕は宇宙かなって思います。うん、大きく出たね、はい、うん、すごくなんかこう深い話なのかな、それは。はい、ほう、ね、成長を止めないからね。そうです、うん、ずっと広がり続けてて、うん、宇宙は生きていると思うんです、うん、そんくらいでっかい男になりたいな。タチュータチュータチュー、あのね、ごめんなさい、あのね、うん、これはね、実は先週から始まったことなんです、うん、あのこの子ね、最近ね、ね、ちょっとね、人の話を聞けなくなってきてるというか、あの、うん、なんでしょう、このメニューのこう答えるためのこの、なんでしょう、そのシステムをよく理解できなくなってるっていうか、うんうんうん、なんかね、最近思ったのがね、この子ね、バカかもしれない。そうなのか、うん、だからね、今ね、聞きたいことはもう大変よくわかるんですけども、そこら辺はちょっと飲み込んでいただいて、あ、こいつはアホやって思っていただいて、生温かい目で見るか、帰るか、みたいな、そのどっちかでもいいんですけど、まあまあまあ、ごめんな先輩、なぜそんな優しい、お優しい顔でトントンってされたんですか。お優しい顔でっていや、すごく優しい表情で平川さん今ごめんなって肩ポンポンってしてくださったんで、うんうん、お前がかわいそうな子だからだよ。もうかわいそうなんですか。うん、でもなんか先輩に優しくされるのは嬉しいです。あのね、あとね、平川さん、俺ね、気づいたことが何個かあって、うんうん、この何回かやってる中に、
こいつね、意外とね、まさかのところをスルーして、まさかのところを拾うの。うん、そうね。うん、これね、結構ね、俺の中でね、衝撃的。うん、いや、このラジオね、うん、聞いてる人はすごい面白いと思うけど、一緒にやってる二人はね、大変だと思う。あのね、毎回何かしらの俺がね、大きな石を何回か投下したところ、こいつに響かない場合があるから。そうだね。本当にあれなんですよ。はるかとまことみたいに、うん、もうあの、いつも、達久さんが僕のお世話とフォローをしてくださるっていうので成り立ってます。うん、君も本当に負けない子だね。あのね、スーパーマイペースです、こいつ。うん、本当にびっくりする。素晴らしいな。その辺がフリーでした。うん。青鬼プロダクションさんはすごい逸材を手に入れたね。本当ですよ。事務所名を出されるとなんか恐縮してしまいます。だってこの間なんてね、自分ところの先輩がいる前で、うん、あのベルトをカチャカチャと開いて、あの水着履いてるところを自慢してましたからね。そうだったね、うん、ちょっと驚いたね、あれね。本当に先輩たちが脱げって言ったんじゃないですか。まあだからといって正直に脱ぐってやつもどうかと思うんだけどね。僕は先輩に振られたら頑張って答えたいと思います。お、じゃあ脱げよ。今日履いてないんですよ。ちょっと脱、今日。おい、先輩が言ったらお前脱ぐんだろ。おい。言ってんすけど、脱げよ。今日履いてないんですよ。水着は仕込んでないんですよ、今日。うん、って言いながらも本当に脱いでいくんだね、君で。君は、抗いたいのか素直なのか、どっちなんだ。そして本当にベルトに手をかけたら。すごいですか。でもね、本当ね、うん、鍛えてるって言うんですけど、全然鍛えがいがなくってですね。うん、そう、なんかね、いろいろマシンを買ったって。そんな簡単には筋肉はつかないなってことが分かりました。うんうん。だからあと3ヶ月ぐらいください。それ終わってない。終わっちゃってるね。番組終わっちゃってるね。終わってます。今から3ヶ月だから、もう確実に次の番組。いや、フリーは終わらないですよ。どうしたのかな、うん、なんだろう、なんか新しい電波でも吸収した。ごめん、ナタチ、俺もう帰っていいか。あ、ね、じゃあ俺が答える。はい、お願いします。俺答える。バックで答えようか。まあそうですね、まあ自分のイメージの生き物と、人間以外の生き物に例えるときは、まあ私ね、もうちょっとバックなんで後ろ向きに答えないといけないって言うんですけど、まあ普段からも、ミジンコですかね、やっぱりね。ミジンコ？ほんともうミジンコみたいなもんですよ、本当に。もう小さく小さく言ってですね、もう海中のプランクトンとかを食べながらですね、本当に私はもう細く細く、そして誰からもこう見られることもなくですね、もう小さく生きて小さく死んでいくっていうね、捕食されてそれで皆が大きくなればいいんだっていうところでね。皆の礎に。そうです、そうです。ね、そうやって苔とかも大きくなっていくみたいなね、そういうところで生命の誕生っていうのは微生物から始まっておりますから。そうですよ。そういう微生物で自分はありたい。どうしよう、これどう締めればいいっていうのがバックからの怒られです、はい、とんでもねえ番組に来ちまったな。豪快なバタフライです。そんな中で多分ぶっちゃけ信長の回答は全然あの頼りにはならなかったと思うんですけど、ね、バックではこういう風な感じで大体答えてますよ、はいはい、っていうところはなんとなくちょびっとぐらいは分かっていただいたかなと思うんですけど、うんうん、バタフライのそんなお答えは、はい、じゃあ平川さんがこう自分を人間以外の生き物に例えると、はい、豪快に言うとどんな感じかねっていうところを教えていただいてもよろしいですか。ねえ、私平川はですね、うん、草食恐竜ですかね。豪快。おっきい系だ。そうですね。ウルトラサウルスとか、うん、もうそういうでかいやつだ。でも草しか食えない。ね、優しい。 そして恐竜って意外とこうね、お脳みそが落ちちゃっていらっしゃるね。そうです、はい、なんだったら一つの説としては、うん、頭に一つ胴体に一つあったんじゃねえのみたいな、ね、胴体そんなのもある。そんな説も流れてるぐらいに、要するに体に対して脳みそちっちゃすぎるでしょっていう、うん、そうそう、なんかどっかにガンとかって、うん、人間ね、小指、うん、足の小指とかガンってぶつけるとすぐに痛ーってなるけど、なりますね、うん、こう恐竜足とかガンってぶつけてもうしばらく経ってから行ったいう感じらしい。もう本当に3日くらいかかったかもみたいな、ね、もしかしたらそれがかかってるかもしれない。そうそうそう、そう、うん、まあお脳みそのね、その出来としては私もそんなもんかなと、うん、いうような感じ。いや、まあでもこうね、どこまでもどこまでも草しか食えない草食系みたいな、うん、そしてもう体はやたらとでかい、体は、うん、でもまあ本人はちっちゃいんだけどな。いや、すげえ、器がでかい。すげえ、俺なんかバックでバタフライしてるみたいな。そうですね、今の答え方完全にバックでバタフライ。仰向けでね、新しい英語が生まれちゃいましたね。
そんな感じ。まさかの感じでバックフライ、ね。バックフライ。うまいね。うまいね。バックフライ。バックフライ。はい、ねびっくりですよ。そのバックフライをね、はい新しくできたところで、はい、ここで一曲をお聴き。